ダニエル王子は、スウェーデン王室聖員で、ビクトリア皇太子の夫。公式の称号は、ハンス・クンリグ・ホーゲット、プリンス・ダニエル・ AV ・スベリーエ、ハーティグ・ AV ・バスター・ガートランド。結婚前は、ストックホルムの中心部で3つのトレーニングジムを、経営する、実業家として活躍していた。 妻のビクトリア皇太子と長女のエステル・王女と共に1973年9月15日にエレブルーで誕生、オッケルボーで育つ。ちなみに、生まれた年月日はくしくも義父である、カール16世、グスタフ国王が即位した日と同じである。学校を卒業した後は、家ブレにある陸軍の不評連隊に短期間含むした。その後、ストックホルムにスポーツジムを開業した。 一方、後に妻となる、ビクトリア皇太子は、当時、虚色症にかかっており、その治療後、落ちた筋肉をつけるために、ダニエルのスポーツジムに通っていた。2002年に、ダニエルが、ビクトリア皇太子の個人トレーナーを担当したことが、きっかけで、交際に発展した。当初、ビクトリアの父カール16世グスタフは、実業家として成功しているとはいえ、 庶民出身で、普通の体育大学を卒業しただけで、特にかんばしい学歴も経歴も持っていなく教養の、貧しい平民であるダニエルと、ビクトリアとの恋愛を認めず、スウェーデン国民も大半が反対していた。カール16世グスタフは、夕食時に、ビクトリアから、ダニエルのことを聞かされたが、その時、カール16世は、無言で席を立ち、以後、数ヶ月もの間、 ビクトリアと一言も会話もしないほど激怒したという。その後、ビクトリアは、カール16世とダニエルとの食事をセッティングし、なんとか交際は認められた。一方で、カール16世はダニエルに、スウェーデン王室の一員にふさわしい教養を身につけるよう要請した。それを機に、ダニエルは、王室の一員となるべく、立ち振る舞いやファッション等のマナー、 参加国語、王室をはじめとする自国の歴史、公務に関する学習を7年間にわたって続けた。この教師陣は一流どころが揃えられ、歴史の授業を担当したのは、当時の外務大臣だったという。そして2009年2月24日に交代しと、ダニエルは、カール16世グスタフと、スウェーデン政府から、王位継承法に基づき、 正式に婚約を認められた。腎臓に先天的な疾患を抱えていたダニエルは、婚約発表の3ヶ月後の5月28日に、カロリンスカ大学病院で、父親の腎臓を移植する手術を受け、王室からは手術は成功し、父ともに、術後の経過は、良好との発表がなされた。その際、皇太子は、公務で、グリーンランドに滞在中だったため、 手術に立ち会うことはできなかった。現在は皇太子の夫として公務に勤め、2009年3月に模様された皇太子の生命祝日記念式典や、ストックホルム宮殿での公式晩餐会に出席したのを皮切りに、7月にはソリーデン宮殿での韓国の李明弘大統領との昼食会に出席している。結婚式は、 国王夫妻の34回目の結婚記念日となる2010年6月19日に、ストックホルム大聖堂で執り行われた。これに伴い、王子の称号と皇太子が保有している、ベステルイエートランド皇爵の爵位が上位されたが、皇太子杯並びに、王杯としての正式な称号は、現段階では未定のままとなっている。2012年2月23日、 ビクトリア皇太子との間に第一子エステル王女が誕生し、2016年3月2日に第二子オスカル王子が誕生したことで二児の父になった。ダニエル王子の紋章、ありがとうございます。